レオナルドの凄さここに全部出てますよ。例えばこの三角形の構図完璧じゃないですかと、ね、この人物が4分の3正面っていうんだけど、この4分の3正面向いてるね、この角度、これやっぱり一番人物が表現できる完璧な角度じゃないですか。こう今はこう色がね、合せてしまって随分分からないけれども、色彩的遠近法とか空気遠近法って呼ばれる技法ね、線的遠近法は分かるかな。遠くに点があってこういう放射線状に広がって、まあ、簡単に言えば手前がでかくて遠くが小さい、これがまあ線的な遠近法で、色彩的遠近法っていうのは遠くのもん何色に見える、薄い色、まあ薄いんだけど薄いんだけど、山とかで見ると遠くは青っぽく見えるはずなんだよ。空気の層が光を反乱するから青っぽく見えるはず。で逆に言うと手前は赤っぽく見えるはず。それでこう色味を描く、遠くが青っぽく描いてあるよ。西洋絵画の風景とか見ると遠くの方みんな青っぽく描いてあるよ。で3番目は空気遠近法って言って、それは薄くっていうより手前ははっきり、遠くはぼんやりだよ。だこの3つ、遠くは小さく青っぽくぼんやり、手前は大きく赤っぽくはっきり、そのことによってこの空間の奥行きを表現するのが遠近法だよね。それも完璧じゃないですかと。でしかもこの風景の方もこれもどこでもない風景なんだよ。まあ、ある種の理想風景ってやつなんだけど、ありそうでない風景、この人もいそうでいない人、見事じゃないですかと。これやっぱり名作ですよっていうことになってるわけでね。で割とこれ頭で考える名作なんだよね。じゃあこの絵好きですかっていうと意外に好きな人はいないんだよねこれ。モナリザ好きですかって言って、いや絵としてはちょっとみたいな、くれるならもらえますけどみたいなぐらいな。もうこれはその西洋絵画とは何かとか、ルネサンスの絵画とは何かって考えるときに非常に説明しやすいし、そのいろんな要素において完璧に仕上げられている名画だった。